ドジャース戦に先発登板ドジャースパドレス。日時間15日ロサンゼルスパドレスのダルビッシュ有投手は14日、日時間15日、敵地で行われたドジャース戦に先発登板し、5回、3失点で降板となった。2番、指名打者で先発出場した大谷翔平投手とは今季2度目の対戦で空振り三振、3被、空振り三振と3打数無安打。この日の2三振は共に大谷からと完全に封じ込んだ。3回まで無失点の立ち上がりも1点リードの4回にあっという間に逆転を許した。先頭のフリーマンに2塁打を浴びると続くスミスの中前打で同点。さらにはマンシーに右翼スタンドへの2ランを被弾。まさかの3連打で3失点を喫した。その後は立ち直り、5回を三者凡退に打ち取った。ところで降板となった。パドレス打線は直後の6回に2点を奪って、ダルビッシュの負けは消滅。勝ち負けはつかなかった。今季ここまで5試合に先発登板し、0勝1敗、防御率 4.18。日米通算196勝と節目の記録に近づいているが、昨年7月29日、同30日の敵地、レンジャーズ戦で白星がついてから10試合連続で足踏みが続いている。フルカウント編集部。